この面下げて生きりゃいいのよ。会社辞めてやる、出家してやる。頭丸めるのか。ああ、ビールなくなった。買いに行けばいいじゃん。え、買いに行けないよ。まだ廊下にいるかもしれないし。無理。友達だったら正直に言って。私のどこが悪いの？どこが悪いか。何笑ってんのよ。ねえ、もう言って。悪いところあったら全部直すから。じゃあまず開けてくんない？両手塞がってるんだ。え？開けるって？誰もいなかったよ。いや、ちょっと待って。今ひどい顔だから。ちゃんと見て。みっともない顔。俺が知ってるようはちっともみっともなくなんかない。誰よりも正義感が強くてかっこよくて、大好きな靴の仕事を一生懸命やっていて、みんなに頼られて、傷つけられた時でも相手の長所は認められる。わざわざ新幹線に乗ってきてくれたの？ようには1時間半かけて駆けつけるだけの価値がある。でもようにも欠点はある。他人に迷惑をかけるのが嫌で、全部自分で背負い込む。他人の悪意なのに全部自分のせいだって自分を否定する。それはダメだ。絶対直せ。自信持てよ。お前は家族や友達、同僚から十分愛されてるだろ。泣くなって。ほら、ちゃんとスルメも買ってきたから。うん。しびれちゃって。あ、無心になれ。おはよう。ごめん、俺腕しびれちゃって。蓮に腕まくらされちゃった。で、何蓮に男感じてんのよ私。何かあった？